上山温泉は、山形県上野山市にある温泉。古くは、同じ山形県の湯の浜温泉、福島県の東山温泉と共に、大湯山岳号に数えられた。下大湯公衆浴場温泉街は湯町、荒湯、十日町、川崎、高松、葉山、近平の七地区から構成されている。そのため、各地区をそれぞれ個々の温泉とみなし、しばし、 上野山温泉郷とも表現される。温泉街では、湯順手形を発行している。温泉街には150円で入場できる5軒の共同浴場が存在し、中でも下大湯公衆浴場は、上山温泉郷の中で、最も歴史ある共同湯である。以前は、蒸気の他に2軒存在していたが、利用者の減少等の理由により、 湯町の湯共同浴場が2016年11月30日、中湯共同浴場が2018年3月31日に閉鎖されている。なお、沢の湯は入浴客の減少や管理している、地区民の高齢化などにより2020年3月から一時閉鎖となっている。沢の湯は NPO 法人、神の山ランドバンクが運営を引き継ぐ予定。入浴料は、 大人が150円、小学生が100円、未就学児は無料。先発は別料金が取られ入浴料にプラス100円となる。温泉街に存在する月岡神社では、10月中旬に上山菊祭りが開催され、数多くの菊が展示されるなど風情が見られた。また、毎年2月11日に開催される旧暦小正,正月の祭事。名称は、稼ぎ取り、または、 火星町に由来しており、商売繁盛や火伏せを祈願するための行事が開催される。平家湯は1458年である。比前出身の旅の僧侶、月州が温泉で傷を癒している鶴を発見したとされる。そのため、古くは鶴すねの湯の別名があった。江戸時代には当地に上山城及び上山藩が置かれ、温泉地としてのみならず城下町としても繁栄した。 また、宇宙街道の宿場町としても賑わいを見せた。近年は山形新幹線の駅名に合わせて、ひらがなの表記、神の山温泉が用いられることが多い。ありがとうございます。